丈夫ずら。これで合ってるずら。わあ、全部抱えててくれたんだね。待ってて、今台車持ってくるから。よいしょ。お待たせずら。ここに乗せて。あ、じゃあ待って、マルが受け取って乗せるから。ありが、うわー、倒れる。積みすぎて倒れちゃうずら。ありがとう。今日の買い物、一人だとちょっと大変かなって思ってたから、あなたが一緒に来てくれて本当に助かったずら。いつもじゃないよ。調べたいことがあったり、好きな作家さんが新刊出したり、店内を歩く中で気になる本を見つけた時くらいずら。次に来た時にはもうないかもしれない。在庫がなければ再入荷まで時間がかかる。そう思うと買わずにはいられないずら。そう、本との出会いは縁ずら。そう、本は作者そのものずら。小説でも評論でもエッセイでも、作者が何を思い何を伝えたいのか、その心を込めたもの、それはもはや人と同じ。出会うことで新たな世界を開ける可能性があるなら逃してはならないずら。もちろんずら。マルも一緒に行っていい？